はい、こんにちは。オーガイです。ジャージでごめんなさい。普段着でいつも撮ってますんで、ね、もっといい格好しろよって突っ込まれるかもしれませんが、そうすると買ってこないかな、服もな。今日はですね、サミュエル・ガービーのウィンタータイムフレークを、ストームオリジナルだったなって知ってます。うまいですね。パイプレスト、パイプレスト、ドドド、あ、これじゃない、でです。今日はコメントの方が来ているので、それを読みながらの雑談と、あと昨日ちょっとニュースでたまたま目に留まったものについてですね、タバコと含む絡めて話していきたいと思います。コミュニティコメント、2日前のあれかな、鈴木正道さん、私の一番最初のレビュー動画ですね、ダンヒルフレークの動画についてコメントくださった方ですね。これ私も常勤してます。以前もフルバージニアフレークかな、オーレックバージニアナンバーワン色試しがこれに落ち着きました。はあ、ははあ、なるほど。今どこで作ってるんですかね。あれあたりアーリーアメリカンとは最強の組み合わせですよ。マレーあたり、なるほどね。余談、eBay で落ちないと6ドルで、ビットが落ちちゃって送料込み4000円で WDC のイタリアンブライアンを入手しました。すごいですね。1930年以前のブライアンの楽しみに対して、すごいな。イタリアンブライアン捨ててみてください。アルジェリアより深い甘みを醸し出すよ。すごいですね。送料込み4000円、安いね。中古だと時々こういうことがあるんですよ。いいパイプがね、安いお値段で落とせたりとかする時があるので。そうですね。白星さんかな。そうだ、この間のあれだね、都の家庭内の禁煙条例についてどうなんだろうねって話したやつね。でそれに対して、いじめですよね、いい格好したいだけ。そうね、昭和はどうだったのと言いたいか。影響する側を考えて進めてるのは、そうですね、数質論の受け入れを考えないまま規制しまくろうとしてますね。そうですね。でも数側のマナーが大きいのもありますね。うん、特にしないと。そうですね、問題、確かにそこは問題だよね、一つ一つとしてね。ただこの人がその後続けてるんですけれども、当たり前のマナーを守らない人が多いから規制しだすというアホな傾向。そうね、ここが一番厄介なとこね。みんながさ、きちんとルールを守る規制者であれば、そんなこと多分ないんだよね。で、子供のいる前にタバコ吸わないっていう人はかなり多いし、だからね、そこで政治的に作る側を規制できないから、弱者の吸う側だけを規制する。まあ、簡単だからね、そうなんですよね。そうなんですよ。本当にどうなんでしょうね、そういう意味でね。私もちょっとクエスチョンに思いますね。本来やるべきは意識の方なんでしょうけど、でも意識の方が改革っていうのは難しいですね。物の方が早いんですよ、やっぱり。だからって安直にそっちに行っていいのかってちょっとクエスチョンマークですよね。酒飲んで暴れるから、酒飲んで悪い道に外れるからって言って禁酒法が始まったわけなんだけれども、結局それは失敗してるのと同じでね。どうなんでしょうね、そういった意味ではね。だから酒が悪いんじゃなくて、酒の飲み方が悪いんだよね。悪い人がおかしな方向に行くわけで、そこだよね、結局ね。人の問題なんだよ、最終的にはね。物の問題じゃなくて。あとね、六角星に似てるっていうコメントが来てるんですが、実は私よく言われます。今まで職場でも何回も言われてる、来た人から。似てるらしいです。私はちょっとあんまりよくわかりませんが、個人的にはね、嬉しい。
悪い意味で有名な人に似てるっていうのは正直嫌だけど、いい意味で有名な人に似てるっていうのは正直嬉しいですね、私は。火がつきにくいな。ちょっとマッチでがっつり。黙々ですね。新谷定治さん、本当に権利の侵害、それを支えに進めてきたのは責任しか思いませんね。そうなんですよね。これがもし OK になっちゃうと、第二名分をつけて何でもかんでも規制していいことになっちゃうので、合法なものが規制されるっていう変な話になるんですよね。法律が規制するのはともかくとして、先代の隣の国の人たちは今のババアにしてもどうして変なのかな。まあ、誰を指すかは皆さんお察しください。そうね。で、初心者のおすすめの銘柄っていう動画の方ですね、シャボシさんがまたコメントしていただきまして、お酒もそうですが、他に感じるものは結局自分で試して探すしか手がないと思います。そうなんですよ、そうなんですよ。やっかいなことにブログとかでは初心者のおすすめというのを全部試しました。まとめ聞いたのはほとんどなかったですから。やっぱそうですよね。勇気が言います。 50g、 そうね、水に合わないとか分かったら残りどうしようってありました、私も。でも味覚嗅覚嫌いところがいくかないと10回以上やって気になってきました。そうですね、気になるなら試して探す、それもパイプの楽しみと考えると面白さが増すかもしれませんね。そうですね、だからなんていうかな、あー合わなかったぜははは、ぐらいの勢いでぜひみんな楽しんでやってください。カンカンさん、いつも楽しく動画を拝見しております。ありがとうございます。また大前さんのタイミングでいいので、ぜひオフ会を開いてほしいなと思っております。そうですね、またやりたいですね。やっぱ人と交流するの楽しいですからね、私も。やりたいと思ってます。はい。こんなところかな。ライブコメント。いつもコメント、皆さんのコメント楽しく読ませていただいております。嬉しいのよ、本当に。反応が返ってくるっていうのはね。で、今日はですね、昨日だったかな、昨日、そうね、昨日だね。ネット見てたらニュースですね、25年の歳月が経ってジョン・ F ・ケネディ暗殺事件の捜査資料の公開の時期がっていうニュースが なっててね、あ、もうそんなになるんだとか思いながら見ていたんですけども、それでね、ジョン・ F ・ケネディといえば愛煙家でもあったので、ちょっとその話をしようかなと思ってます。その前の前段階として、前知識としての話もしてね、次もちょっと雑談しよう、話そうかと思ってますが、ジョン・F・ケネディにはですね、第二次大戦中に戦死した兄がいるんですよ、っていうのはご存知ですかね。ジョセフ・パトリック・ジョー・ケネディ・ジュニア、ジョセフさんですね、ジョンじゃなくてジョセフ・ケネディ・ジュニアさん、ジョセフ・パトリック・ジョー・ケネディ・ジュニアさんっていう方がですね、第二次大戦中に、戦死してるんですね、ヨーロッパで。で、そのジョン・ケネディの兄が、ジョセフ・P・ケネディのがですね、ジョセフ・P・ケネディ・ジュニア、親父さんがジョセス・ P ・ケネディさんだから、そのジュニアさんっていうことでね、名前がそうなんだけど、が大統領候補と言われてたんですね。で、実際そういうふうになるべく教育もされてたらしいですし、本人も周りの人も多分そうだろうと、次期大統領になるだろうというふうに目されていたんですよ。で、で、
それでね、なんで戦死したかっていうと、ある意味事故っちゃ事故なんだけど、まあここもねちょっとクエスチョンマークが残る部分もあったりして、どういう作戦で死んだかっていうとね、ナチスドイツが持っていた報復兵器 V1 ってわかるかな、 V1 ロケット、翼をつけた、飛行機って言ったらいいのかな、まあ飛行物体って言ったらいいのかな、でこうミサイル、要はミサイルですね、早い話がロケット砲、遠距離、超遠距離ロケット砲、今でいう弾道ミサイルの先駆けみたいな感じかですかね、大陸間弾道ミサイルの先駆けは V2 っていう兵器なんですが、 V1 はもっとそれの小型のやつで、翼がついて爆弾とジェットエンジンがついてヒューンそのまま海越えてロンドンにボーンっていうやつだったんだけども、が作ってるその基地だったかな確か、そうね、その基地をね、壊す作戦だったんで、で非常に分厚いブンカー、要はバンカーね、に覆われていて、普通の爆撃機はなかなか効かないと。ということでどうしたかっていうと、使わなくなってた輸送機に大量に爆薬を詰め込んで飛行機ごと突っ込ませる、で飛行機を無線誘導して、無線誘導のセッティングが終わったら飛行機から脱出するっていう手はずだったんですよ。でその任務に就いたのはジョセフ・P・ケネディ・ジュニアさん、ジョン・ケネディの兄貴なんだよね。でそれで安全装置どうやら問題があったらしくて、安全装置に問題がありますって離陸前に言った人とかもいたんだけども受けられず、結局ね、まあ、その辺とかもちょっとね、どうして受けられなかったとかっていうクエスチョンマークもなきにしもあらずなんだけども、飛行機で飛んでってイギリス上空でその安全装置がどうやら誤作動が起こしたらしく、ボーンと飛行機のコパ水になっちゃったということなんだよね。で、亡くなってしまったと。でさらに皮肉なことにですね、その V1 の、V1 兵器の基地がですね、実はすでにイギリス軍 の、 貫通爆弾によって爆撃されても壊されておりまして、実は作戦自体があんまり意味なかったというね、さらに皮肉があるんですけども、まあいいや、ということで、まずね、ジョン・ケネディの兄貴は第二次戦中に死んでしまったと。それでその後を継いだって言い方変ですけども、それがジョン・ケネディだったわけだね。でジョン・ケネディが大統領になってダラスで暗殺されるまでジョン・ケネディは大統領の期間を務めるんだけれども、ジョン・ケネディの時にね、有名なアルカトラズとかが閉鎖されたりとかもしています。それは弟だったかな、確か司法長官だったと思う、ちょっと間違ってたらごめんなさい、間違ってる時あるので皆さん気になったら調べてくださいね。で、まあ、ジョン・ケネディといえばさっき言った通り暗殺事件なんだけれども、射殺したとされる犯人が獄中死してるとか、まあ、疑惑の点がかなり多い。それで、またね、あと弾は数発飛んできてるんだよね。もし一発だったらこんな風な軌道を描くっていうありえないことになってるので、数発が多分同時じゃないんだけれどもに近い状態で多分飛んできてるんじゃないかな、銃声のあれを感覚をあれするとね。でしかも当時使われ、その狙撃に使われたって言われる銃がボルトアクションっていうタイプの銃で、よっこしょ、これはね、第二次大戦中にイギリス軍が使ってたモデルガン、使ってた銃のモデルガンなんですが、弾がねここに入ってるわけで、一発撃ったらボルトを引いて、引くと同時に薬莢が出るのね、戻して入れて、そして一発ボーンなのよ。でこれがバーン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 みたいな感じで結構短い間隔で撃たれてる。でこれねやろうとするとね、って感じで結構実験の動画もあったんだけども結構ギリギリなのよ。あのギリギリの最中でそんなに連発してないのかっていうクエスチョンがあったりするんだね。よいしょと、あ、今紹介したのはあれですよ、犯人が使っていたとされる銃とはまだ別のやつですけど、まあ、ボルトアクションっていう意味では同じね。で私が今さっき見せたやつはあれでもストロークが短い方なのよ。
だからもっと大変だったと思うんだよね実際はね。でなおかつだからその多分複数の犯人が同時に撃ったんじゃないかと私は勝手に推測してる。ちょっと気になるところだね。で一つだけこれは事実としてなんだけれども、アメリカ大統領になるにはワスプという条件をクリアしないといけないって言われていて、ワスプって何かっていうとホワイト白人ね、アングロサクソン、これイギリスからの移民ってことだよね、要はね、アングロサクソン人ね、サクソン人ね。でだから AS ね、ホワイト WASP がプロテスタント、キリスト教のねプロテスタントでないといけない。でなんでかっていうと、もともとプロテスタント教徒が作った、イギリスからの移民が作ったアメリカ国だからね。まあ今はカトリック教の人がかなり多くなってるんだけど、まあちょっと変わってるところだよねアメリカのね。で WASP、 WASP、 これじゃないと出世できない、大統領になれないとかいうふうに昔は言われてた。だからオバマ大統領が大統領になった時は非常に革命的なことでもあったんだよね。黒人、初の黒人大統領だから、もうワスプに話してるわけだよね。だからそういった意味で暗殺されるんじゃないかという話があって、演説の時にね、両脇に防弾ガラスをわざわざ設置したりだとかいうのは、そういったことがやっぱあるんだよね。でオバマ大統領がノーベル平和賞を取ったのも、おそらくマララ・ユスフザイさんがノーベル平和賞を取ったのも、あと中国の劉行派さんがノーベル平和賞を取ったのも、あれはね、もちろんその人自身が平和に対しての貢献をしてるっていうのがあると同時に、ノーベル平和賞って時々ね、ちょっと言い方悪いけど、殺されそうな人に渡す時があるのね、守るために箔をつけてね、そのために渡す時がある。でマラユス・ユスフザイさんがノーベル平和賞を取る時にはイスラム国交できますって言われてとかね、行派さんについては中国当局に監禁されて、結局まともな治療も受けられずね、病死してしまったりとかしてるわけで、まあそういったことがあるのね。でごめんなさい、話は表に戻すけども、でじゃあジョン・F・ケネディはワスプじゃなかったのかっていうと、実はワスプじゃないんだよね。ホワイトでアングロサクソンなんだけども、カトリックなんですよ実はジョン・F・ケネディ、ケネディ大統領だけね、唯一ケネディ大統領だけがアメリカ歴代大統領の中でカトリックなんですよ。だからもしかするとその辺でアメリカの思惑つらいんですけども、そういったあれが働いたんじゃないかという話がありますね。まあこれは分かんないですよ。ただ事実としてジョン・F・ケネディはカトリックだった。で、タバコの話をつなげていくとどういうことかっていうと、ジョン・F・ケネディはですね、非常な愛煙家でシガー党だったんですよ。タバコ、葉巻が好きで。でジョン・F・ケネディが愛したのがね、アップマンっていうブランド、アップマンっていうシガーで、葉巻でね、キューバのシガーなんですけど、あれキューバのシガーってアメリカ今入ってないんじゃないの、キューバのとアメリカ断絶したのっていつだっけ、実はこれジョン・F・ケネディの時なのよ。でジョン・F・ケネディがね、キューバとの国交断つっていう時にね、大統領令にこう署名するわけですよ。その前にね、首席報道官のピエール・サリンジャーっていう人を呼びつけてね、明日までにそのペティ・アップマンっていう葉巻をね、1000本以上集めてこいと、集めるだけ集めろ、で大統領1100本集まりましたで、分かったサラサラサラっていうことがあってね、キューバと国交断絶する前に買い占めてから、キューバとアメリカの国交者でしたそういった話があるんだよね。で、まあ、それくらいハマキ好きだったらしいですね。だから世の中でもね、ハマキ党だったらしくてね、まあ、そんな面白いって言ったのが分かるんですが、逸話が残ってます。まあでもどうなんでしょうね、捜査資料が公開されるっていうのは私も非常に気になるところです。はい、ということで今日はすいません長くなりましたが、コメントからの雑談と、ジョン・F・ケネディの暗殺事件のですね、ちょっと楽しみつらいんですけども、捜査資料ですね、交換のちょっと話について話してみました。はい、では、今日はこんなところで動画を終わりにします。何か、ご質問ご意見とあればですね、気軽に、コメントくださればと思います。ではこんなところで動画を終わりにします。ではまた。